イチゴル。何でしたっけ、菊池さん。今日は今日は、はい、コメントで、はい、今日もコメントなんですけど、はい、アウトサイドインが治らない、どうやったら治せばいいかみたいなコメントがあったんですけど、うん、まあなかなかね、言葉では返しづらいと思うので。確かにアウトサイドインの言葉ではなかなか返しづらいですね。コメントだと返しづらいと思うので、なんかいい練習方法があれば、ちょっとこの動画で紹介したいなと思うんですけど。いい練習方法、はい、まあありますよ。左足一本で立って打てばいい。アウトサイドインの直すのに左足一本で打つんですか。はい、そうですそうです。どういうことですか。いや、まあちょっと見、はいはい、ちょっとじゃあ一発、はいはい、左足一本立つよ。立つのはその球の前ですか。足の、はい、左足のつま先の前ですにボールを置いて、はい、普通にこう構えるじゃないですか、はい、バランス保てる位置、まあ、右足浮かしてますよ、はい、この位置で軽くバチンと打ったり。それだけでいいんですか。これだけでも治ります。なんで左足なんですか。なんでかっていうと、はい、要はアウトサイドインの人って、はい、上から来てアウトから来てインにこう抜けていくわけじゃないですか、はいはいはい、左足一本でアウトサイドインの軌道になったらバランスがこう保てなくて右に行っちゃうんですよ、はいはい、で左足一本でバランス保って打つと勝手にインサイドアウトじゃないとバランス保てないんですよ。でこの時に気をつけなきゃいけないのが球筋なんですよ、はい、球筋、球筋結構意識してもらいたいんですけど。球筋、うん、どういう風に。ちょっと低めのドロー、低めのドロー、うん、左足一本で立って、はい、低めのドローをちょっと意識してもらいたい。なるほど、はい、でもう一つ大事なポイントがあって、はい、手の返す、はい、リリースする場所なんですけど、この左の股関節の前で手をリリース、左股関節の前で手をリリース。どういうミスは許されるんですか。左に捕まってしまうミスが許されます、この練習をやった時に。で一番ダメなのは、もうさっきも言ったこうやって右にバランス保てなくて行っちゃったり、そうです、右に体重が残っちゃうことですね。理想を言えば、ちょっと右に出て戻ってくるフェード、あ、フェードじゃない、ごめんなさい、ドロー、うん、ちょっと打ってみますね。はいはいはい、綺麗なドローですね。うです、こういうのが理想。理想ですね。じゃあ軽くてもいいから、はい、なるべくそういうドローが出るように打つのを何回もやってれば、そうですね、必然的に大丈夫になってくるってことですか、はい、アウトサイドインが治ってくる、整ってきます、はいはい、だからまあ腰から、はい、まあ、腰までですよね、はい、振り幅的に言えば、はい、左足に1本で立って打つことによって、うんうん、まあ、腰から腰のクラブの使い方が整ってくるので、まあ、ちょっとぜひ試してもらいたいですね。ちなみにインサイドアウトがきつい人はどうしたらいいですか。インサイドアウトですか、まあ、あんまりないかもしれないですけどね。まあ逆やればいいんですよ。あ、逆やればいいんですか。右足で。そう、右足で。立ち方は一緒ですよね。一緒ですよ、ね、はい、右足一歩で立って、はい、右足のつま先の前に球を置いて、はい、ボールを置いて、まあ、打てば、まあ、これこそちょっとアウトサイドの器用じゃないといけないですよね。なるほど、はい、これを逆にインサイドアウト器用にしたら打てない、バランスが保てなくなっちゃいます、ね、あ、じゃあ右インサイドアウトをちょっとひどいなっていう人は右足、はい、アウトサイドインがひどいなっていう人は左足一本、はい、やればいいんですね。だから菊池さんは結構辛いです、ね、お伝えでいいの辛いですけど、左足一本をおすすめします。
なるほど、わかりました。でこれは毎回どんぐらいやればいいんですか。これはな、まあ、ウォーミングアップ的な感じで練習に来て最初20球30球ぐらいやってから練習始めると、まあここから始めて意識付けして、はいはいはい、やればいいと。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。